心の底から当社のモーターがすごいと、もうこんな愛着湧かずにいられないっていうぐらい愛が出てしまって、ただ真にその凄さって理解してもらえてるかなっていうのが分からなかったんです。まあ僕はモーター早く動かすのは自信がありますと、ただその画像認識からやらないといけないっていうところがあって、さすがにちょっと負荷が高すぎるというところで坂上さんが、まあ、中上さんに入ってもらって、そこでさらに加速したと。カメラで見た色がそのままに見えるか、時々青く見えたりとか黄色く見えたりしますので、そうすると、まあ、ありえないキューブに見えてしまって解けませんっていう答えが出てきますので、まあ、そこをどうやって安定させるかっていうのがなかなか難しいところです。一番最初の何もないキューブが一つあった時の状態のところからアイデアとか、まあ、こういったことができるといいよねっていうふうな話をしながらやってましたり、震えてますもんね。だからやっぱりキューブの締め付けが甘いんやな。でもその前のここもですか。5回中5回失敗されたんで、だいぶメンタルやられたったんですけど、まだ油断できないです。まあ、コンマ1単位でキューブを調整してからなんですよ。バッチバチに。0.1 ミリ単位での調整とかをされているのを見ていると、できるだけ力になれるように頑張りたいなと思って。もうできる未来しかもう見えてるんで、うまくいったら間違いなく世界一取れるっていうところまで来てるんですけど、優秀な先輩と優秀な後輩たちに恵まれていけないわけないと僕だけ勝手に思ってたんですけど、もう謎の自信というか、もうそこら辺はちょっとあのネジが外れてるかもしれないですけど、そういうところがあったんで、まあ、正直いけるんじゃないかと。パズルキューブを解いたロボットの記録は0.305 で、ギネス世界記録認定です。おめでとうございます。練習でも出せなかった過去最高記録で、ね、頑張ってたのを見てたんですよ。報われてよかったなっていうこれだけです。ひたすらホップしてる。マジで2年間で報われた、まあ、できるってこう信じ続けてよかったなっていうのを今本当に感じてます。次選挙は世界一の技術を持って出すということを誇っていきたいなと。本当に徳井さんがその長い間ずっと頑張ってしていたので、すごく達成してよかったなと改めて思いました。受け継いだバトンを次世代に渡していけるように私も精進してまいりたいと思います。やっぱ僕の夢としては世界をより良くしたいんですよ。もうまさにこれを皮切りにといいますか、もうみんながみんな挑戦すれば本気で世界をより良くできるというふうに信じています。